はい、ありがとう整体平野です。頻尿や過活動膀胱というのが今すごく多いと思うんですけども、それが、まあ、驚異的に変わったという人の、インタビューをご覧ください。で、うん、はい、で今前回でこう、何か半年前ぐらい半年で4月の25日から50日、はい、それをやってからどう変わったか、さっきのお話を、はい、ここでやってもらって、はい、あの時は、夜中に30分に1回ぐらい30分に1回シップは出ろと思ったからやって、うん、で、まあ、1日はまだ多少あれかあるんだけど、うんうん、2日目からもう正常で、うん、正常というか自分で言っちゃなんだけど、うん、夜中に1回ないし2回ぐらいで、これで昼間はほとんどいないからね。前回はそれまでは昼間もあれでしたっけ、なんかちょっとおむつとかも、おむつやってました。おむつやってました。だから1日に2回、3回ぐらいおむつも買えるぐらいでやっとったんだけど、ここに来てからはおむつをもう取っちゃって、まあ、もちろん自分うちによるとトイレ行くのが仕事みたいに思ってたんだけど、それやってもらってから、まあ、自分では正常に戻ったと思って、台の方も出ちゃうよ。前は、ね、今はね、台下の方も出ちゃうね。結局ね、この縛りがなんちゅうかな、我慢ができないというか、今いいもんね。今は正常。だからこの前ね、内臓を上げるっていう、なんかそのことを言われたのがすごくいい状態だったから。よかったの時はびっくりしました。4月からやって、まあ今9月ですもんね。その間、じゃあ一応かかつの方向でしたけど、下痢するわけでもないし、漏らすわけでもないし、で夜でもまあ1回ないしは2回、まあ普通だなと思って。前までは夜中じゃ、夜の30分に1回だからおむつかけ寝てね、ここ東京もずっと病院で薬ももらったけど、薬ももうやめちゃったからね。今までは薬が効くか効かないか分からないけど、医者から言われて飲んだけど、おしっこ止めるため止めるっていうか出ない、それがね、どういう薬だろうな、膀胱を柔らかくするとか、なんかあまり近いもつらいなこれって言ったら、それはいかんって言ってね、やめたんですよ。医者は医者です。すみません、3月4月まではどれぐらいそういう状態が続いてたんですか。1ヶ月ぐらいかな。4月でしょうけど、その前の1ヶ月ぐらいあったよね。ずっとその前からいらしたのが、すぐ1ヶ月そこら過ぎぐらいからだよね。もっと前からちょっとずつはそういうのね。そうそうそう、はい、ありがとうございます。まあ、気持ち的に、はい、3月に、施術をさせていただいて、今日、まあ、9月の初めなんですけども、その間ですね、まあ、頻尿が全くなくなったという話を、していただきました。まあ、ひどい時にはね、30分に1回、トイレに、夜間30分に1回はトイレに行く、そして、昼間はね、こうおむつをして、やっていたということなんですけども、それが、全くなくなって、ということだったんですけども、まあ、理由を、まあ、考えてみるとですね、当院 その内臓上げっていうのはですね、基本的にその特に背中側です、というと、まあ、腎臓ですね、腎臓を、狙ってというか、腎臓がかなり上の方に上がって、まあ、姿勢としてはこう丸まっているものが、ここがすごく反れるように、内臓がグッと上がる、特に後ろ側の内臓がグッと上がるっていう、ことが、可能なので、まあ、その腎臓系に、何か、反応して、で、先ほどのね、方のそういう、回復を促したのではないかと思います。とにかく、まあ、たった1回ですね、したことで、それほど変わったという声をいただいたので、インタビューを取らさせてもらったんですが、以前これは義理の娘さんがね、その話をしてくれて、まあ、YouTube にも載らさせていただいたんですけども、今日ね、ご本人さんが来て、
4、5、6、7、8、まあ、9、9、9年だから5ヶ月、全くその、頻尿、がなくなったということで、インタビューをさせていただきました。ありがとうございました。